こんにちは。今日は心理学のお話です。悪習慣をやめる新しい方法ということで紹介をしていきます。まあありますよね、皆さんやめなくちゃいけないと分かっちゃいるけどやめられないとか、やめられない止まらないあるお菓子とか、ね、あったりとかすると思うんですよね。例えば、まあ、食べ過ぎてしまうとか、腹八分目で収めなくちゃいけないのにもう12分食べてフルフルになって、うーって最近あの高校生の時とかね、中学生の時とかはもう1日5、6食食べたりとか、あのフルフルで食べて動くことがすぐできたのに、最近ダメですね。やっぱりもう20代後半僕もアラサーですから、もう自分のお腹のキャパシティを超えてしまうと本当に動けなくなるっていうね、そういうことがあったりとか、あるいはスマホの見過ぎとか二度寝とかなどなどですね、禁喫煙とか飲酒とかもそうだと思いますし、うん、まあ、僕もこの今撮ってる動画の前にちょっと4時間ほどお昼寝をしてしまって、ちょっと筋トレのしすぎで体が今すっごい暑いんですよね。なんかちょっとしたこう熱を持ってるような感覚になってしまって、それでもバーッとしてたら4時間も寝てしまったんでね、罪悪感なんていうのを感じる、そんなあなたに、今回解決方法をお伝えしていきます。で、1つ目はですね、まあ、心理効果としてあるんですけれども、直すためにまず1つ目がすぐに行動を変えるということです。だから本来やらなくてはいけないことについて振り出しに戻すと。だから例えば今日の僕のお話で言ったら眠いですと、眠いんですけど本来やらなくちゃいけないことって言ったら、例えば嫁さんのためのご飯を作るとか、映画を一本見るとか読書を始めるとかって本来やろうと思ってたことがたくさんあったんですよ。たくさんあって今夕方の4時半っていうことなので、皆さんそういうことに陥らないために、本来今日やろうと思ってた計画していたものにすぐに繰り出して戻すというのが1つ目です。だから2つ目はもうこれ何度も紹介しました、多分 MVP くらい登場してると思うんですけど、リフゼンプランニングです。何々をするなら何々をやるっていう風に、代わりに何かを始めてしまいそうなことがあった時にあらかじめ用意しておくと。例えば昼寝をしそうになったら、映画を見るとか、昼寝をしそうになったら料理をするとかっていう、昼寝ばっかりないかって感じなんですけど、タバコを吸おうとする代わりにアメちゃんを舐めるとか、お酒を飲む代わりに水を飲むとかっていう風に何かやることっていうのをあらかじめ決めておくというような形です。その他にやってはいけないことをやりたいなと、今日の僕だったらもう何回も言うんですけど昼寝したいなとかって思浮かんだ時っていうのは、それをやることを忘れるっていうことを命令すると、忘れろ忘れろ忘れろというふうに命令するというやり方も見つかったんですよね。だから昼寝をしたくなったら寝るな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 っていうふうに命じると、というふうになると、あ、寝ちゃいけないんだっていうふうに脳が切り替えてくれて、別の行動を起こすため、あるいはもうずっと寝ないで頭をこう起こしておくっていうようなことも見つかったりしてます。で、これまでのリフゼンプランニングとか、それからまあすぐに行動を変えるとかっていうのは前もって修正方法を考えておくっていうやり方だったんですよね。何かをするのを用意しておくとか、もともとの用意しているものに軌道修正するっていうふうに事前に用意しておかなくちゃいけなかったものだったと。ところが、今さえ言った3つ目の命令する、やめなさいっていうふうに命令するっていう方法は、ついついこうパッとその瞬間思い浮かんだ瞬間であったとしても修正が効くっていう新しい方法になるんですね。だからこれって結構取り返しが効くんですよ。だからすぐに行動を変える、軌道修正を行うっていう方法や不全プランニングがなかなかうまくいかないなっていう人がいたとしたら、やめろ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 はぁっていう感じで、ぜひご自身に命令をしてみてください。これが新しい悪習慣を埋める方法です。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。